1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4コース角から4番の甲本がだいぶここは踏み込んだ際どいスタートになりました。1周1マークとなります。内をついてば3番の渋谷、5番の高柳刺してというところ、さらに6番の藤原も上がってきた。トップ争いは接戦模様です。なおファンの皆様にお知らせいたします。4番の甲本はフライング変換欠場でございます。4番の甲本はフライング変換欠場です。4番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権大切にお持ちください。先頭には3番の渋谷、2番手が1番山田、5番の高柳の接戦で1幕。1番の山田は流れ気味、ここは差しが届いて5番の高柳、さらに内から2番の森も差を詰めてきています。2番手3番手争いです。先頭1人抜け出したのは3番の渋谷、リードは4点進、2周2幕の旋回となります。2番手内から2番の森が並びかける、外を回って5番の高柳、外若干流れ気味、さあ内からは1番の山田も差を詰めて、まだ2番手3番手接戦が続きます。レースは最終周回、先頭変わらず3番の渋谷は1人独走です。最後の1幕2番手内からここは1番の山田、この内を突こうという5番の高柳、2番の森は3番手競り合う展開。おっと、ここで2番の森がアクシデントです。なおこのレースは4番の甲本フライング変換欠場です。4番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。なお2番の森は転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番の進入です。1秒スタートしました。2番3番と2人交代、1号艇も出しが効いた、1号艇斉藤、5号艇も5打周のケンタ、3号艇の小野達也、まくり写真変化、2号艇抵抗しながら別府の差し線、おっと乗り上げてしまって2艇がアクシデント。は葛原に6号艇の高野が乗り上げるアクシデント、バックへ入ったが賞金争い、3負対1、3艇大激戦は2号艇センターから別府が出る。なお前提スターター正常、残念ながら4号艇の葛原弘明選手は6号艇に対する妨害、4号艇は妨害、アンラッキーにも乗り上げる形、6号艇の高野慎吾選手、こちらも失格に敗れます。1番2番3番4番5番6番の進入です。スタートしました。5号艇が大きくへこむ展開でありますが、1番3番4番出しが効いて、1号艇森田がまずはコーナー先手、3号艇の石田テープついて回ってまくり出してくる、おっと2号艇 VA 激突、4号艇も乗り上げ、5号艇もヒヤッと絡む場面があったが、2艇がこれは遅れた状態であります。3号艇のまくり出しが決まって、石渡1号艇森田が踏ん張り、6号艇3番手には小野達也、なお残念ながら2号艇の井上翔吾が縦に対しての妨害、煽りを食う形で4号艇の出端選手が乗り上げてのアクシデントです。2号艇は妨害、4号艇は失格。枠なりでの3対3 11レース予選特選スタートしました。揃った状態でありますが、1番3番4番6番1号艇の増田啓司、ダッシュが効いていや伸び返し気味、3号艇宇野健太、おっと2号艇振り込み加減、前が5号艇4号艇詰まって、おっと6号艇も振り込んで転覆アクシデントが黒の1号艇の増田啓司のイン逃げ決まりまして、前提スターター正常。なおお知らせいたします。6号艇の黒の元木は転覆アクシデント、4艇並んだ大激戦、2番手争い、4番2番立てがやってガラッと、5号艇3号艇最内宇野健太、2マーク側でもアクシデントが発生しています。なお2マーク側では2号艇の山本康介選手が転覆アクシデント、1番2番3番4番5番6番です。第6レースの予選競争スタートしました。わずかにコースアートはインコース1号艇6上条、そのままスッと行く先前、2コースから2号艇6高架刺す、外を回って3号艇6市川定冠ついて、4号艇6が内を入るか、5艇原田幸也、おっと水しぶき、危ない状況でありますが、なおこのスタートは前提正常なスタートでした。お知らせいたします。4号艇6小賀茂樹転覆のため失格。1番2番3番4番5番
6番です。スタートしました。イントリコース踏み込んだスタートです。1号艇2号艇インコースから1号艇福谷が先行です。2コースから2号艇の山崎智也が引いていく。外を回って5号艇の杉山、おっとふわっとコツンとヒヤリーでありますが、現在4番手先頭リーダーに停止と1号艇福谷、4番手追走2号艇山崎、3番手の3号艇の中島、1周のマークの前傾です。スタートは正常でした。3停止先行するトップターンは1号艇福谷、2番手インから3号艇の中島、外前で2号艇の山崎旋回ホームステッチへ帰りました。アウトコース2号艇の山崎、インコースでは3号艇中島、後方4番手で5号艇杉山、3手並び現在1に3となって前提2周目に入ります。2周1マークの線形へ5艇進先行中、1号艇深谷、2番手追走2号艇山崎、3番手で3号艇の中島、外を回って5号艇杉山、おっとくるくるっとスピンしてしまいました。耐えるかどうか、もう耐えられませんでした。3手並び1に3です。お知らせいたします。5号艇の杉山転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4コースからトップタイミングが4号艇池田浩二、じわりそのままいけるかどうか。インコース1号艇の山田、それでも握った4号艇ズバッと決めた。5号艇の吉田バックへ入った。リードは3艇進と単独先頭のポジションに5号艇の吉田角郎、外を攻めたら4号艇池田浩二、現在2番艇3番艇では2号艇の真崎、1周のマークの旋回に入ります。スタートは正常でした。トップ旋回は5号艇吉田、2番艇追走4号艇池田、内側から3番艇2号艇の真崎、おっと後方水しぶき危険なシーンであります。5艇がリマークの旋回をクリア、最終周回に向かうところ。お知らせいたします。1号艇の山田転覆のため失格です。1番2番3番ダッシュは5番6番4番です。スタートました。1、2コース1号艇中越、2号艇松尾、角から5号艇深井がコースタート。逃げ体勢は1号艇中越、サス2号艇松尾、マクル3号艇吉村、マクイザスは5号艇深井、内から6号艇木村が続く。ちょっと振り込んだ5号艇深井に4号艇西岡が当たっています。1号艇中越が先頭、スタートは正常でした。1周1マークでアクシデントありました。ここでお知らせいたします。このレース5号艇深井は転覆失格です。1番2番3番5番6番4番の3対3、2秒1秒今スタートしていきました。コースタートは2コース3コースから2号艇の小池、3号艇の田口、両者がいいスタートで、1マークはインから先前、1号艇の前田をまくっていった。3号艇1号艇キャビって後方では接触があって、さあ乗り上げてアクシデント、先頭3号艇2番手ラスに1号艇と2号艇が接戦となっています。なおスタートは正常、スタートは正常でした。その後ろ4号艇が4番艇、後方では5号艇6号艇。お知らせいたします。第4レースは6号艇の鎌倉亮失格となっています。直線コースへと戻ってまいりまして、現在上位が3号艇2号艇1号艇となってまいりまして、5号艇が現在不調でしょうか遅れています。2周目の第3マーク、レースキューの外を回って先頭3号艇、そして2番手2号艇、3番手に1号艇の前田で3負対1となっていまして、バックスレッチ5号艇の伊能夏樹も失格となっています。さあメンバーで揃ってまいりまして、後半戦の競争は第8レース予選競争、4号艇の伊能夏樹欠場で、1番2番3番4番5番6番スタートしました。いやや目立ったスタート、角1から4番の末永由楽、しかし内側3人伸び返していきます。1番森達也、この形ならば押し切りの体勢、興味は早くも2番手争いに移っていきます。スタート前提正常、あっさり押し切って1番森の逃走劇、2番手争いは柴田、相原、末永、この3艇が三つどもえ、内側から4番末永由楽が2マーク先手打つ体勢、
角度取って差し狙う5番の相原、ズバッとその差し届いて、さらに後ろから2番片岡も一気加勢、ごぼう抜きで、さあ2番手争いまで加わってきました。真ん中に5番相原を置いて、内2番片岡、外4番の末永、今度は片岡襟2番手主導権握っていく21マーク、差しを狙った相原、引きすぎたか、ここは届かず、2番手浮上の2番片岡、3番手に交代は5番の相原、その外二停身の差4番末永4番手、1双子の上位体系で2周2マークの旋回、一人旅状態に入った森達也先頭、片岡襟2番手、そのアドバンテージをさらに広げにかかります。差し狙った末永はバタついて3番手キープ、5番の相原俊明、1番2番5番の上位体系で最後の1マークの旋回です。先頭1番の森、その後ろ2番手、道中戦で見せました片岡、3番手小回りで、さあ末永がもう一遍相原の懐を狙っていく、後方では一定、3番柴田にアクシデントが発生しています。1双5の上位体系でラストターンマークへと向かっていきます。なお3番柴田大輔落水のため失格、3番柴田落水のため失格。デイリースポーツ杯争奪戦シリーズ3日目終盤カード、この時間はスタンド側からの横風基調です。迎えるカードは10レースの予選競争。なおこのカード1号艇で登場予定でした柴田大輔、前半レース負傷により欠場となります。1番6番3番2番4番5番の並びです。スタートしましたサンライズクロス戦第3レース、ただいまのスタートに行きましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。なお3号艇の君島修造、3番はフライングのため欠場です。3番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしましたサンライズ Z 戦の第5レース、若干中へこみのスタート、さあスリットを伸ばしていく1号艇の森、1周の1マークインから逃げる1号艇の森、握った5号艇の田中和也がまくり切った、まくりました5番の田中和也、1号艇の森慎太郎2番手、その後ろ大きく定間が空いた3番手は4番の宮崎龍太郎、スタートは前提正常でした。5コースから豪華にまくりました5番の田中、一周の2マーク取って折り返します。追走の2番手が1号艇森慎太郎、そして3番手が4番の宮崎龍太郎、後ろは2番の林、3番の角浜、なお一周の2マーク付近におきましてアクシデント発生となりました。6号艇の上村は転覆のため失格、6番は転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。少し 1,2 コースがへこんだ体型になりました。それでも伸び返すインから先は1番の福田、3コースから3番青木、真ん中割ろうという展開ですが1番の福田が逃げる、3番の青木が追い詰めるも一定心届かず、スタートは前提正常でした。人気両者抜け出しました。その後ろは3番手外を回って5番の中村が抜け出しています。さあ中村が2番手インコースを狙って2マークの旋回、先頭で1番の福田、2番手ここは3番の青木が振り切りました。おっと後方では一定アクシデントが出ています。レースはこれから2周目に移ります。なお4番の峰重は転覆のため失格でございます。4番の峰重転覆失格となりました。1番2番3番4番5番6番の並びです。第1レーススタートしました。4号艇片方4号艇の鎌田好タイミング、センター3号艇の石田をまずは抑え込んでいこうするが抵抗引っかかって1号艇この中に伏田、3号艇先曲げ、おっと4番5番2人が絡むシーンがあって2艇アクシデント、6号艇も避けながら旋回していきましたが上位現在1番3番2番です。 Z
前提スタート正常、前提スタート正常でございました。なおお知らせいたします。5号艇の橋本選手、橋本選手は妨害絡む場面で、こちらは煽りを食うような形だったか。4号艇の岡村雅也選手、2艇がアクシデントでありますが、1番、2番、3番、4番、5番、6番の進入です。第6レーススタートしました。5号艇のトップタイミング藤田、3番4番センター2人抵抗するが、1号艇この間に長島雄一、3号艇先に行く、5号艇藤田も思い切る、おっと4号艇バランス崩し、6号艇 VU 入った、6号艇の石橋バックへ入った、3号艇のマクリアの進行長、3号艇の後藤陽介、1号艇インデ踏ん張る、1号艇長島、6号艇切り込んでいって、6号艇の石橋前提スターター正常、トップで回る3号艇の後藤陽介、2番手らしい6号艇牽制ブロック石橋、ついて回った1号艇の後方から2番4番ドット5号艇左右地、少しボードが割れた5号艇の藤田も左右地伸びる雰囲気ある、上位3番6番36体系で3番手争い、1番最後にさっさが届いてくる5号艇の藤田の伸び警戒、1号艇長島かぶせ込みに行く、2人が競る、こうなると2号艇の小林慎少し武器が上がっている、バックへ、おっともたつ、おっと激突、ヒヤッとするシーン、1号艇の長島雄一が結果的には3番手取りに成功なのか、上位は3番6番1番。なおお知らせいたします、2号艇の小林慎選手激突がありまして、ここ転覆のアクシデント失格に敗れております。今日のオープニング戦でレース中に負傷いたしました5号艇に上艇予定でした岡村雅也選手が、このカード欠場、後に関する投票権欠場返還となりますのでご注意ください。1番3番6番2番4番5番です。スタートしました。わずかにばらついたが、あった、3コースは早い、ただいまのスタート判定中です。お知らせいたします。6号艇の桐生純平はフライングのため返還欠場、6号艇はフライング、6に関する投票権は大切にお持ちくださいませ。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。純平がほぼ揃ったスタート、際どいインコース、これ食い込んでしまったかも、医師の選考もただいまスタート判定中です。お知らせいたします。1号艇の石野貴之はフライングのため返還欠場、1号艇はフライング、1に関する投票権は大切にお持ちください。1番2番3番5番6番アウトが4番です。スタートしました。1コース1号艇池田が踏み込んだトップスタート、2コース2号艇大神、3号艇林もスタートを決めて、逃げ体勢は1号艇池田、切り込んでくる2号艇大神、まくる3号艇林、内側から5号艇松井、間6号艇後藤続く、逃げた1号艇池田が先頭、2番手らしいですが外から3号艇林、間から2号艇大神、内側から接近は5号艇松井、スタートは正常です。2マーク1号艇池田クリア、2番手らしい内側を抑えていったのは2号艇大神、切り込んでくる5号艇松井、内側から3号艇林が続く、おっと後方アクセントありました、6号艇後藤が転覆か、それに4号艇山下乗り上げていますが、2番手3号艇林が優勢、3番手らしいは内側から5号艇松井、外2号艇大神が接戦です。お知らせいたします、このレースは6号艇後藤が一周にマーク転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番の3対3、2秒、1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコース2コース1号艇2号艇人気の両者、角から4号艇の伊藤と両者いいスタート、まずは逃げる1号艇を握っていった3号艇を刺して2号艇手がバタついた、その懐4号艇が攻めてターンマークに当たって後ろ後続5号艇6号艇と接触アクシデント、さあバークスリッチは内役算定で1号艇3号艇2号艇と固まって後方は団子状態で現在遅れていますが6号艇が回復、なおスタートは正常でした。ラインターンマークのトップ争いは1号艇の中澤回って懐を2号艇、さらに懐3号艇が攻めてきますが先頭争いは1号艇2号艇3号艇またまた固まっていますが、わずかに1号艇の中澤でレーサー2周目とあります。
なお第2レーサー4号艇の伊藤が失格となっています。競争水面上は3日目の予選最終日の終盤戦のカード、本日の勝負掛けはラストで第11レースの予選特別 A 戦、5号艇の伊藤玲奈欠場の1番3番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。ほとんど横一線スロットスタートですが、わずかにうち2号艇の向井センター前もいい、さつが一周1マーク1号艇の甲賀、そしてマクリンタの2号艇の向井、内からも3号艇の本部、間4号艇の北津、最中からも5号艇の富樫、バックストレッチ2号艇向井、3号艇の本部、そして4号艇の北津も桜く、さらには6号艇の谷川、最内5号艇の富樫、最後方は1号艇の甲賀、スタート正常でした。一周2マーク3号艇本部、2号艇の向井握っていく、2号艇の向井、おっと2号艇の向井バランス崩しました。2号艇の向かいにアクシデントがありました。先頭争い5号艇の富樫、そして6号艇の谷川、その後ろ1号艇の小田、3号艇の本部、そして4号艇の北津ですが、最後方2号艇の向かいは1周2マークでバランス崩しアクシデント失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。サンライズザブ戦第2レース、スリットを仕掛けていく4番の林義則、応戦する3号艇ちょっと危ないシーンとなっています。一周の1枠まくっていった4号艇の林義則、枠差しは5番の蓋、インから回った1号艇佐藤龍太郎、バックスレッジ先頭は4番の林義則、追いかける1番の佐藤、スタートは前提正常でした。一周2枠の旋回、4号艇林義則がトップで旋回、2番手1号艇佐藤にアタック、6号艇の吉田翔吾、ホームスレッジ1番の佐藤に食い下がってきた6号艇の吉田翔吾です。先頭は4号艇林義則、そして2番手1番の佐藤に食い下がる6号艇の吉田、レースは2周1番の旋回、トップで旋回は4号艇の林、2番手1号艇佐藤のうち運んだ6番の吉田、かわしました。1番の佐藤2番手の位置をキープ、そして3番手6号艇の吉田に接近中は2号艇の上野です。後ろは5号艇の福田、大きく遅れてた最後方は3号艇の浦田信義となっています。西の2枠トップで旋回は4番の林、2番手は1番の佐藤、上位2艇は4番と1番です。その後ろ3番手は6号艇の吉田、2号艇上野の接戦となっています。なお3号艇の浦田信義は不完走のため失格、3番は不完走のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタート3秒前、スタートしました。一般戦の第9レース、少し覗いたスタートは3号艇の土内、伸び返した2番の吉田、1番の篠田、1周の1マークインから逃げる1号艇の篠田、握った3号艇の土内、差しのハンドル2号艇の吉田、先頭は陰線を押し切った1番の篠田優也、その後ろはびっしりと5艇が固まっています。スタートは前提正常でした。先頭1号艇篠田優也、1周の2マークトップで折り返します。そして混戦の2番手は6号艇の浅香が先行した、切り込んできた2号艇の吉田翔吾、おっとここ危ないシーンとなってしまいました。ごちゃついてしまいました。レースはこれより2周目、先頭は1号艇の篠田優也、2周の1マークトップで旋回します。そして2番手が2号艇の吉田翔吾、3番手が4号艇の角浜治です。なお構想を続けています。3号艇の土内大輔は妨害のため失格、構想を続けています。3号艇の土内大輔は妨害のため失格となりました。このレースアクシデント発生です。3号艇土内大輔妨害のため失格、被害を受けました5番の新海は転覆のため失格、6番の浅川落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番スタートしました。第1レース、スリット後は2号艇4号艇が若干出ていきますが、まずは1号艇の橋本がインから先に逃げる、2号艇の庄司が刺す、その間を割っていったのが3号艇の金子、差しは4号艇の古澤、
まくり差しから3号艇の金子一歩リードか。しかし内から伸びてきました2号艇の庄司が並んで、さらには4号艇の古澤、スタートは前提正常でした。さあ誰が抜け出すか。2マーク全速線握って回るのが3号艇の金子はじめ、続いて4号艇2号艇、後ろはアクシデントとなりました。先頭には4号艇古澤と3号艇金子が並ぶ形、2艇審査で2号艇の庄司キララとなって2周目1マーク。まずは4号艇古澤、続いて3号艇の金子、3番手が2号艇の庄司です。なお5号艇は転覆のため失格、5号艇の山川隆弘が転覆のため失格となりました。なお1号艇橋本健三がエンスト中となっています。1号艇エンストのため失格となりました。1号艇の橋本健三はエンストのため失格となりました。ボートレース大村第5回夜の本命波乱決定戦シリーズの3日目、ただいまから特賞カード第10レースを行います。なおこのレースに出走予定でした5号艇橋本健三選手は前走レースで負傷したため欠場いたします。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました4コース角から4番の江崎ですが、これは早いスタートになりました。一周一マークとなります。ファンの皆様にお知らせいたします。4番の江崎はフライング変換欠場でございます。4番の江崎はフライング変換欠場です。4番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番スタートしました。4コース角から4号艇の新田ですが、これはちょっと早いタイミングか。一周一マークへ向かっていきますが、スタートは現在判定中、スタートは現在判定中です。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。バック側へ入っていきますが、ここでファンの皆様にお知らせです。このレースはフライングがありました。4号艇の新田選手はフライング変換欠場、4番の新田はフライングにより変換欠場です。従いまして4番に関する投票権はすべて払い戻し変換となります。お手元の船券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番スタートしました。ダッシュ勢がわずかにコースタートを切っています。2コースは2号艇重野、インコースから1号艇平尾も1周1マークはまずは先取っていこうとしますが、2コースから2号艇の重野がまくっていきました。内をつってって4号艇の上平、バックスレッジへ入っていきますが、さあ前の争いですが、4号艇の上平が刺して一定心出してきました。2号艇の重野現在は2番手、1周2マークへ向かっていきます。スタートは前提正常、2マークは4号艇の上平が先頭でクリアしていきます。2番手は2号艇重野、内側から5号艇西山がやってきて直線コースですが、先頭から4番2番5番の体型で2周目に入っていきます。4艇身から5艇身のリードは4号艇の上平、2番手は2号艇重野が追走して、それは3艇審査、5号艇西山が3番手、懐から6号艇坂口が迫っていく。2周目第1ターンマーク、さあ3番手4番手低間隔縮まっていきますか。5号艇の西山ですが、ここはアクシデント、転覆しています。5番の西山が転覆、代わって3番手は6号艇の坂口が上がりまして、上位は4番2番6番の体型となっています。2周目2マークから直線コースに各選手が帰ってきます。なおここでお知らせいたします、5号艇の西山選手は転覆により失格となっています。5番の西山選手は失格です。 1,2,3 ダッシュが4,5,6です。第9レースのスタートが切られています。スロー勢が優先1マークへと進んでいきました。さあまずは2番の尾上が刺そうと、3番の沢田が中を突こうとしていますが、1番の佐藤が押し切っています。スタートは前提正常でした。1マークでは中村にアクシデントが発生しています。5番が失格、5番が失格となりました。並びは定番通り枠なり進入です。スタートしました。インコース6コース、わー、インコースは際どい状況になってしまいました。先に回る佐藤でありますが、ただいまのスタート問題があった模様です。お知らせいたします。1号艇の佐藤翼はフライングのため変換欠場、1号艇はフライング、1に関する投票権は大切にお持ちくださいませ。1番2番3番
4番、6番、5番です。スタートしました。3号艇の鶴本、2号艇の中島、わずかにいいスタート。6号艇武田もいいスタートを切っています。一周一マーク、まずはインから先制、1号艇中山、打ち刺す2号艇中島、間3号艇の鶴本、続いて最内から5号艇阿波が続きます。間をついた3号艇の鶴本、判定心一定心抜けたか。外1号艇の中山、内5号艇阿波、間2号艇の中島が続いています。後方4号艇6号艇、スタート正常でした。一周二マーク、3号艇の鶴本旋回、握っていく5号艇の阿波と1号艇の中山ですが、ここで5号艇の阿波にアクシデントでしょうか。内からは2号艇中島が続いて、2番手争い2号艇の中島、一定心リードを取って単独2番手上がっています。3番手は4号艇田中に、1号艇中山が続いて、2周1マークにこれから向かいます。3号艇の鶴本先頭、2番手3番手争い、2号艇中島に握っていく1号艇の中山、内から4号艇の田中が続きます。3番手争い、4号艇の田中に、外6号艇の武田、この2艇の3番手争いです。ここでお知らせいたします。1周2マークにおいて5号艇阿波克也、落水のため失格となっています。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。第5レース午後1秒後スタートしました。まずうちの3艇いいスタートで1周の1マークへ、インから押し切るか。1番の柴田、柴田がまずは先頭で折り返しましたが、いや膨らむ、そこを2コースから2番の松江が指して、1番2番トップ接戦です。そして3番手は4番の西川が少し抜け出しました。ここで先頭はうちの2番の松江、そして外1番の柴田が2番手、3番手4番の西川で、まもなく第2ターンマーク折り返し、さあ2番の松江、そこを狙っていった1番の柴田が大きく振り込んでしまいました。さあここでちょっとアクシデントもありました。スタートは正常でした。現在上位体系が2番5番4番です。アクシデントありまして一艇落水です。まもなく2周のバック中間点ですが、上位3艇が2番5番4番、その後1番3番です。6号艇の鈴木選手が落水失格です。なお2マーク内側、自己艇の内側構想の指示が出ております。ただいま第2ターンマークの折り返しは内側構想の指示が出ております。2番5番、そして現在1番です。上位3艇、4号艇の西川選手、ただいま第2ターンマークで自己艇等の内側コースの指示が出ておりましたが、4号艇の西川選手、外側をコースしたため失格となっております。1番3番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。先頭は3号艇の松本にスタートを切りました。1周1マーク、インから1号艇の足村が逃げる。3号艇の松本、そしておっと5号艇の近藤、5号艇の近藤、1周1マークでアクシデントがありました。バックストレッチ、1号艇の足村先頭、そして4号艇の吉永、外では2号艇の小田、3号艇松本、スタートは正常でした。6号艇の宇野が最後方です。5号艇の近藤は1周1マークでアクシデントがありまして失格となっております。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。2コース2号艇が遅れて、好スタートは3号艇4号艇6号艇あたりですが、陰線伸び返していく1号艇オツが先前、そしてまくり出しのハンドルは3号艇の山地、握っていく4号艇の新田でバック側に入りますが、さあトップ争いは接戦模様。内から3番1番そして4番と横に並んでいますが、最内から3号艇山地がわずかに優勢となってきました。スタートは正常でした。3号艇がコーナー先取って角度をつけて1号艇オツの差しですが、先行した3号艇山地がトップに立ってリードに挺身広げていきます。1号艇オツが2番手、4艇新相手4号艇新羅が3番手、現在上位の体型は3番1番4番。2周の1マークトップで3号艇の山地、続いていく1号艇オツ、追っつけてきた6号艇に前が少し塞がったか、4号艇外前バック側に入りますが、さあ6号艇山田が4号艇新羅を完全に捕まえました。内側に6号艇山田、外側に4号艇新羅の3着争い、後ろ水がいて5番2番が追走。焦点3着争いですが、6号艇が先行も切り返してきた、4号艇がくるっと回っていく、ホーム側に移っても3着争いは続いていますが、直線コースで6号艇の山田の方がボート一定身ぐらい覗いてきまして、体型は3番1番6番、食い下がってすぐ後ろに4号艇の新田で、まだまだ3着争い、4号艇はアウトコースに持ち出していく3種の1マーク、6号艇が先行、 V ゲは4号艇ですが少しボートがバウンド、そして後方ではアクセント艇があります。3着争い浮上したのは6号艇山田で、体型は3番1番6番です。
5号艇の山根弘樹は3周の1マークでアクシデント失格となってしまいました。1番2番5番6番ダッシュ3番4番です。スタートしました。第4レース3号艇と4号艇が好スタートです。角5コースから3号艇の日枝内側まで抑える格好でまくっていく。1号艇のカジノがくるりと旋回し4号艇の谷村のまくり出しは大きく及ばず3号艇の日枝がまくり切ってトップ。スタートは先手正常でした。先頭は3号艇、そして2番手は1番、4番、2番です。一緒にマーク、3号艇が回った後、そして2番手、1号艇のカジノが2番を回してさばいてきました。後方では煽られた艇がいます。アクシデント模様です。アクシデントが発生しました。レースはこれから2周目です。なお、4号艇の谷村啓司が転覆失格。4号艇の谷村啓司が転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。第9レースセンターから3号艇、4号艇が踏み込んでいきました。さあ気合のスタートですが3号艇の太田がまくって仕掛ける。1号艇の山崎は引き波の中打ち空いたところ飛び込んで4号艇の永井に6号艇の山下ですが先頭は3号艇太田和美です。スタートは前提正常でした。気合を見せました3号艇の太田。2番手には4号艇の永井。1周の2マーク3号艇の太田がトップで回る。続いて4号艇の永井良二が折り返し前の2人は3号艇と4号艇です。3番手が他4艇が接戦となっています。2号艇の宮地に6号艇の山下、一歩遅れて5号艇の信濃に1号艇の山崎。3番手争いから2周の1マーク先取りは2号艇の宮地、その外を回してくる6号艇の山下です。2号艇の宮地がさあ2番手にも迫る勢い、4号艇の永井の内からさあ上がってくる2号艇の宮地が冒頭外に出しながら2周2マークです。先頭独走は3号艇の太田。さあ2番手4号艇の永井に対し握ってきます2号艇の宮地、しかし2番手は踏ん張って4号艇の永井がキープ。まだ僅差の3番手がパワー上々の2号艇の宮地博士。レースは最終周回です。なお6号艇山下光大が転覆のため失格、6番が転覆のため失格となりました。1番5番2番6番3番4番です。スタートしました。1コース、ここは早いスタートになってしまいました。1周1マークとなります。ファンの皆様にお知らせいたします。1番の森はフライング変換欠場でございます。1番森はフライング変換欠場です。1番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。2周戦です。スタートしました。角市4コースから4番の河野、そして内枠両者もいいスタートですが、4番の河野がまず一つ内側詰めてきました。1マークは1番山崎はそれでも先回り、あーっと振り込んでしまったのが6番の松田、4番の河野と絡み合っています。バックストレッチに入ってきまして1番の山崎と内側2番の秋元、この両者の先頭争い、離れた3番手も3番の三上と外側には5番の島田、そして1周1マークまだ4番の河野と6番の松田、この2人絡み合った状況。スタートは前提正常でした。1周2マークトップ争いですが2番の秋元が先回りで1番山崎の差し返し、内側入ってきましてまだ内枠両者の先頭争い、内側に1番の山崎で続いていきます。離れた3番手争いは3番の三上が抜け出してきまして、レースは2周回目最終周回、そして4番の河野と6番の松田まだ絡み合った状況が続いていまして、各選手がその外側を回っていきます。1番の山崎、2番秋元、そして3番三上の順で回っていきましてバックストレッチに入っていきます。前の体勢ですが1番2番3番の体勢です。なお4番の河野と6番の松田、4番の河野と6番の松田はともにエンストのため失格となっています。ボートレース江戸川の2月最初の開催はボートボーイカップ4日間シリーズです。初日の最終レースを迎えていきます。江戸川選抜の12レースは2周レース 1200m 安定板を使用してのレースです。
そして4号艇で出場予定でした松田選手は全レース負傷のため欠場となりまして5選手の対戦です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コースからは2号艇の三浦、4コースからは4号艇森田が好スタートを切っています。一周1マークですが、陰線から1号艇松尾が1マークをまずは旋回、2号艇の三浦が指してその内側から4号艇森田がバックスレッジへ入っていきますが、陰線1号艇松尾押し切りました。リードは3艇身、スタートは前艇正常、2番手は2号艇三浦の懐、4号艇の森田が入っていきまして2番4番が並走で1周2マークの攻防です。さあ焦点は2番手らすい、陰線1号艇松尾の後方ですが、2番手外2号艇三浦若干流れたか、内側から4号艇の森田がさらには内を通って3号艇山本上がってきました。直線コースへ向いて2番手ラスイは接近した攻防です。真ん中からわずかに4号艇森田が2番手優勢なんですが、内側からは3号艇山本、外からは2号艇三浦が追っていく。2周目1マーク、2周目1マークは2番手4号艇の森田が2号艇三浦差し込んでいったんですが、この辺りは競り合いとなってバックストレッチ体制は1番4番5番となっています。その後ろは2号艇三浦が4番手追走で、後ろは3号艇の山本が転覆しています。そして6号艇の新田、現在は止まった状態が続いています。2周目2マークから直線コースに帰ってきました。先頭は1号艇の松尾が最終周回に入っていきます。2番手は4号艇森永、3番手5号艇上平です。なおここでお知らせいたします。3番の山本は転覆により失格です。また6番の新田はエンスト失格となりました。 1,2,3 そして4,5,6進入交代戦です。第5レースのスタートが切られています。内2人3番伏島にちょっとだけ覗かれていますが、大きな差なく1マーク。3番伏島は外を追って1番横田、この間に逃げていきました。スタートは前提正常でした。イン逃げ1番横田がまずトップです。続いて3番伏島が握りに行っての2番手です。なお4番失格、4番失格です。 1,2,3,4,5,6 の進入固定戦です。7レースのスタートが切られています。インと角、江頭、沢田、この辺りわずかに優勢でしょうか。1マーク。さあここは3番の吉川は展開をつこうとしますが、1番の江頭が逃げていきました。スタートは前提正常でした。先頭人気の1番江頭、続いて2番高岡、3番吉川となっています。なお5番失格、5番失格となりました。1番2番3番ダッシュを踏んで4番5番6番枠番通りの3対3です。スタートしました。3号艇の石橋がトップタイミング、2号艇じわっと出てくる、2号艇草間に対します1号艇抵抗する、1号艇の若めい2号艇まくる、後方から3号艇内を切り込んで石橋、バックへ入った4号艇の小野も2番出しが切り込んで、5号艇石川中を割っているが1号艇踏ん張っている若めい5着追、おっと5番1番3号艇接触、2号艇もよく避けたが、主導権争いは4番3番小野か石橋か、4号艇小野達也がコーナー先に回って3号艇の石橋ミストも切り込んで少し縦との接触がありまして、5号艇の石川選手バック側で立ち往生という状況、賞金争い3番4番も大激戦となっている。前提スタートは正常でレースは進んでいますが、残念ながら5号艇の石川選手失格。1番2番3番ダッシュ4番6番5番の進入です。スタートしました。3号艇長島雄一がトップタイミング、4番6番ショート経過、3号艇の長島雄一がまずは絞り込んでいくが抵抗反発にあって、4号艇狙っている黒の6号艇真ん中狙ったが突き切れず、5号艇感激を中島博也、1号艇の面取りはインからこらえた、2番手ラスイは混戦5号艇すくい込んだ中島と、アウト6号艇の馬場吉也が混戦4号艇絡んでいった黒のセンター3号艇長島、5号艇を6号艇ぶん回る6号艇のババ。しかし5号艇の中、おっと風にフライト危ない5号艇後方で2番3番あたりが絡んでいるが、残念5号艇の中島博也風に煽られて転覆アクシデント。1番2番3番4番5番6番です。
スタートしました。6艇が横に揃った綺麗なスタート。インコースから1号艇野中先行です。2コースから2号艇の中田源太は一旦待って引いていく。その前3号艇の爪が旋回、幕出しから5号艇川村亮、内を通って5号艇の寺田。さあ先頭の背は4艇が広がる大激戦となりそうです。インコースから4号艇寺田、真ん中半歩後方2号艇中田、その奥覗いて5号艇川村亮。スタートは正常です。一周リマーク団子状態も、内寄りから2号艇中田が先行、引いて入る5号艇の川村亮、ホームステッチ折り返した。アウト水道少々膨らむ2号艇、内を救って4号艇1号艇5号艇、これみんな殺到しております。外からじんわり締め込んで2号艇の中田、内側からクイッといく4号艇の寺田、真ん中アウトに振って1号艇の中、2周1マークの前傾です。2艇身先行でありまして、2号艇の中田、内側行きます。3号艇のゾイヤーする、外前全速1号艇の野中が前傾、バックへ振り切った。2番艇リードは4艇身と、おっと後方危ない、アクシデントが発生です。先頭艇現在2号艇の中田です。お知らせいたします。5号艇の川村亮、落水のため失格です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3艇1号艇2号艇3号艇わずかにこうスタート、インコースがじわっとスリットが出ていきます。1号艇の徳松先行、2コース引いて2号艇萩原、外を攻めるのは3号艇船岡、握り込んでバックスリッチ入ったが、イン踏ん張ってリードは一定シャント。1号艇徳松、アウトを攻めた3号艇船岡2番手、3番手の末2号艇4号艇ほぼ並走、一周リマークの先行に向かいます。なおスタートは正常です。トップ旋回3艇身のリードは1号艇徳松、2番手インから4号艇湯川が上げた。3号艇の船岡刺して回ってホームスイッチ入りました。おーっと引き見るのか、危ない、ガツンガツンと2艇接触、アクシデントが発生しております。最終周回に移るところ、お知らせいたします。4号艇の湯川浩二は転覆のため失格。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。6号艇の当時なんですが、これは早いスタートとなったか、ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。先頭なんですが1号艇の井内なんですが、その後ろ3艇新切れて6号艇の当時4号艇の和田、2号艇土山が続いていますが、ここでお知らせいたします。1号艇の井内正太郎、6号艇の当時智人、この2艇はフライング返還欠場となっています。1と6の組に関する投票権すべて返還となっております。お手持ちの投票権お捨てにならないよう大切にお持ちください。1番2番3番6番5番4番です。スタートしました。6号艇の吉田好スタートを切りました。インから1号艇の権藤もいいスタートを切っています。一周1マーク逃げ体勢1号艇権藤、内から刺す2号艇板倉、6号艇の吉田、間は3号艇中島と5号艇刺激が続いて、1号艇の権藤が先頭です。内から6号艇の吉田へさきがかかっています。2番手争いに3番手争いに2号艇の板倉と5号艇の刺激も並んで、スタートは正常でした。1周2マーク先に旋回は6号艇の吉田、内1号艇の権藤に外握っていくのは5号艇刺激、6号艇の吉田が1艇身半2艇身とリード、2番手内から外に切り替えて1号艇の権藤前を追います。3番手争いも2号艇の板倉、5号艇の刺激が並んで2周1マークにこれから入ります。6号艇の吉田が先頭、1号艇権藤差を詰めますが2番手か、3番手争い2号艇の板倉に外は3号艇中島、内は5号艇の刺激です。前は6号艇の吉田にもう一度追います。1号艇の権藤、その差は一定身と差が詰まってきています。その後ろ大きく離れて2号艇の板倉3番手、2周2マーク6号艇の吉田が旋回、内空いたところ飛び込む1号艇の権藤ですが2番手、3番手争いは2号艇の板倉に3号艇の中島、なお後方でアクシデントがあった模様、5号艇の刺激にアクシデントがあった模様です。最終周回の1マークにこれから向かいます。6号艇の吉田が先頭、2番手は1号艇の権藤、3番手3号艇の中島に握っていく2号艇の板倉も、3番手は3号艇の中島優勢です。なお2周2マークにおいて5号艇刺激テル飛行転覆のため失格となっています。1番3番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇の落合、いいスタートを切りました。さらにセンターは4号艇の西岡、一周1マーク、1号艇の落合逃げる、3号艇の篠宮マークリに行く、2号艇吉田、間からも5号艇の中谷バックストレッチ、1号艇の落合先頭も、3号艇の篠宮内からも2号艇の吉田ですが、1号艇落合が先頭、2番手は3号艇の篠宮、2号艇の吉田差がなく、さらには5号艇の中谷、6号艇山本、4号艇西岡、スタート正常。1周2マークから直線コース
ース1号艇落ち、3号艇の篠宮、内からも2号艇の吉田直線コースへ、3号艇の篠宮が2番手、一定心半リード、3番手2号艇の吉田、2周1マークへと向かっていきます。1号艇の落合です。3号艇の篠宮が2番手、3番手が2号艇の吉田でバックストレッチ、3号艇の篠宮が2番手キープ、3番手が2号艇の吉田、上位体制1番3番2番の体制です。4番手5号艇の中谷、その後ろは6号艇の山本、4号艇の西岡が最後方です。2周2マーク、1号艇落合、3号艇の篠宮先頭、2番手直線コースへ、3番手が2号艇の吉田。レースこれから最終周回に入っていきます。人気に応えて先頭は1号艇の落合です。単独2番手3号艇の篠宮、3番手は2号艇の吉田ですが、4番手からじわりと定冠差を詰めてくる5号艇の中谷、最終周回1マーク、2号艇の吉田が3番手守っています。5号艇の中谷は4番手、おっと後方でもつれたか、1艇2艇もつれてアクシデントがありました。最終周回1マーク、2艇にアクシデントがありました。ラスト端幕の旋回です。1号艇の落合、そして3号艇の篠宮が先頭に回って、3番手が2号艇の吉田で最後のホーム直線コースへと戻ってきました。まもなくゴールを迎えます。先頭は1番落合5塁、3番篠宮5塁、2番吉田5塁、5番中谷5塁。なお4号艇西岡と6号艇の山本は転覆失格となっています。1番3番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。1号艇本部、2号艇の池田ですが、このレースインコース1号艇の本部やや早かったか、スタート判定中となっております。ただいまのスタートは判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。先頭3号艇の中口です。そして4号艇の佐藤、2号艇の池田、外では1号艇の本部ですが、スタート判定中となっております。1周2マークの旋回です。ここでお知らせがあります。1号艇の本部めぐみですが、フライング返還欠場、1号艇本部に関する投票券すべて返還払い戻しとなります。お手持ちの投票券最後まで大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第10レース内側3艇揃ってきました。1号艇2号艇3号艇、一周一幕は1号艇の安藤が回っていく、そして3号艇の島川ちょっと1番に弾かれました。1番がターンが膨らんで、2号艇の真子雄三の差しが入ってきます。さらには6番と5番も差して追走。スタートは前提正常でした。2号艇の真子が一歩優勢で、5番6番1番が並んで追走します。一周2マーク、2号艇の真子の外を握った1号艇、2号艇の真子はターンマークに引っかかって、ここで次々に引っかかってアクシデント模様です。接触があります。先頭は1号艇の安藤が外を回して振り切りました。なお2号艇の真子雄三は妨害のため失格、そして5番の梶野隆は転覆のため失格となりました。